ただいま18時01分。さあ今回もねちょっと和歌山来ましたけどね、釣り人はねまたね自分含めて3人か4人ぐらい、かなり厳しくなってきてる感じですよね。年明け早々でね全然、まあ、とりあえず投げていこうか。はい、おったらすぐ来る。さあまあなんかね、去年の年末ぐらいまでがね、感じ的には、ええ感じで、こうね、まあ数は少ないですけど、あたりね、来てたんですけどね。ヨレヨレやな、めっちゃ。年末まですごい調子良かったんですけど、なんか年明けたら急になんか、あかんようになったんですかね。まあまあ、そんなもんですけどね。ちょっとマシになったかな。まあ、前回の年明け早々で太刀魚全く反応なかったんでね、またダメかもしれませんけどね。あれ潮動かんねえ全然。なんとか一本でもね来てくれたらいいんですけどね。まあ、とりあえずねちょっとこんなね閑散としたね状況ですが、頑張ってねやっていこうと思います。さあということでね、今のところね何も反応ございませんけどね、まあ、とりあえずね前回のね反省を生かしてね、今回はね対策を練ってきました。今回のね太刀魚対策としてはね、太刀魚に集中する他の釣りを検討しない。前回はもう開始する前からね、天野するとかアジするとかね、太刀魚に集中してなかった。そこはね精神論よ、精神論で行くで、ほんまに。やることはね、いつもと変わらないんですけどね。前回の反省をね、生かしてね、精神論でいきます。太刀魚に集中する。まあ言うなればですね、まあろくでもない対策をね、練ってきたっていうことなんですけど。例えばね、18時40分、ちょっと潮動き始めたかな。ちょっと右に、ゆっくり右に流れるようになってきましたけど。よかった。このまま、また何にも動かへんとかやったら、まあ、もう結構辛いですからね。さあ、あれやね。フグやね。フグにやられてます。フグに。ワイヤーめちゃめちゃカミカミされてる。これはちょっとまずいな。ちょっとフグが続くようやったらね、もうスパッとこう、諦めて、ちょっと別場所に、行こうかなと思ってますけどね。まあまあとりあえずねちょっと頑張って、ちょっとフグにも負けず、ね、いや負けますけど沈んだ。ちょっと沈み方が味っぽい。18時59分。あー浮いてくる。あーはー、何だったんだ今。まあフグかもしれんけど、今ちょっとねズボッと沈んだんやけどね、ちょっとまたフグかもしれへんね。あイカっぽいな。どうやろう、この辺とかイカっぽいよね。イカかな、この辺ちょっとなんか変やで、ね、またねズボッと沈むんよね。何やろう、何がズボッと沈めてんねや。20時01分。あ、餌ないわ。沈んだ。浮いてくんな。あ、浮いてきた。何やろ。20時08分。あれ、合わせた方が良かったのかな。ちょっと餌確認だけしようか。餌はね、丸々残ってますね、今回は。フグやったら、カジリ跡が残ってるやろうから、やっぱり違うやつが食ってきてる感じやね。沈んでた。もう振り向いたら沈んでるし、なんなん。ちょっと置いとこうか。ちょっとあの後ろでね暴走族がねベブク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 ベ
ペン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 口まで。ほらほら。あ、帰っていった。ほら、やってる。ペン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 あれ？エサなんともなってない。なんかね、当たりっぽいの来た。20時38分。なんやろうか。なんでしょう。でもなんかちょっとね、あの雰囲気変わってきたような気がするわ。前はね、もう何にも当たりがね、何の魚のね反応も出へんかったんでね、今回はね、なんかが来てる。何者かが来てる。なんでしょうか。沈んでる、めっちゃ沈んでる。なんやろ、ゆっくりちょっと巻いていくで。めっちゃ走ってる。ちょっと食わすで、食わす。ちょっと食わす。20時46分。しっかり壊すわ。止まった今。手前に寄ってきてるかな。足。合わせる1、2、3。よっしゃ、乗った。なんか乗った。よっしゃ。軽いけど。え、おるんかな。めっちゃ軽いんですけどね。え、何おるこれ。え、あ、外れたわ。あら、何、え、思いっきり残ってるけど。あ、タチウオやったかもしらんな。もしかしたら髪跡なんかあるね。タチウオやなこれ。よっしゃ、ちょっとやる気出てきた。よっしゃ、おったらすぐ来る。やる気出てきた。ちょっとさっきのはタチウオでしょう。さっきの感じはマジで、いやードキドキしたわ今。やっぱりあのちょっと噛んで嫌がって話してたんかもしれないですよね。いやー、おるね。おるんじゃんこれは。ちゅうことでね、今日はね結構やる気がね出てきました。おいしい。いやー、一本ね、あれね、あれは確実にね、ちょっとタチウオの当たりやったんやけどね、外してしまいまして。いやいや、もう明らかにね、まあ、あのダイブの仕方はね、タチウオね、餌丸々残ってましたけどね。釣り上げてないんでタチウオかどうかわからへんけど、あれはもうタチウオです。異論は認めない。反論も何も認めない。あれはタチウオ、異論は認めない。まあおそらくね、当たり外した後もこのエンディングだと思うんですけどね、あの後どうなったか知りたいですか。あの後ねずっとフグよ。ちょっと、まあそこまでね、浮きしっかりペーってね、あたりね、浮きあたりペン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 出てたんですよ。一瞬で上がってくるんですけど、ほんで最後あの辺りでダイブでしょ。で合わせして透かして、さあこっからやっていうところで、次の一頭からずっとフグ、浮きあたり一切出ずに全部餌持ってかれんねん。釣っとけや。釣らなあかんとこやろ。まあ何しかね、なんかあの前の時よりかはなんか雰囲気変わってるような気がします。
魚漬けは出てきてるんで雰囲気変わってくるかなという感じはしますね。いい感じが見えてきたかなっていうな感じですけど、まあ今日はねこの辺にね、フグのアイデアねこの辺にしといたろうかなということでね、終了します。